どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が ANA マイルを無料で貯めるおすすめの方法を6つまとめました。旅行好きに人気の ANA マイル、飛行機に乗ることで貯めるのが一般的ですが、実は陸にいても貯める方法がたくさんあります。ぜひオカマイラーは参考にしてください。1つ目は ANA カードです。最も簡単に貯める方法はANA マイルが貯まるクレジットカードを普段から利用することです。 ANA カードは種類は豊富ですが、おすすめを2つ紹介します。初心者はスタンダードな ANA 一般カードがおすすめです。利用金額200円につき1マイルが貯まりますので、還元率は最大 0.5% です。もしもっと貯めるスピードを早めたいという人は、100円につき1マイル貯まるようになるマイル2倍コースに入会しましょう。年会費に6600円が上乗せされますが、貯まるスピードが2倍になります。ただ年間での利用額が少ない場合は逆に損になる可能性も高いので注意してください。2つ目は ANA ワイドゴールドカードです。こちらは ANA カードのゴールドカードです。100円につき1マイルが貯まるため、還元率は最大 1% です。ANA 一般カードと比較すると2倍も変わってきます。ただし年会費が 1万5400円と高額なため、年間利用額が多い人でなければ元は取れません。あまり利用しない人だと逆に損になってしまうので注意しましょう。2つ目は ANA マイレージモールです。ネットショッピングをする際やサービスを利用するときは ANA マイレージモールを経由しましょう。ANA マイレージモールは簡単に言えば ANA マイルが貯まるポイントサイトです。経由してショッピングすることで提携ショップのポイントに加えて ANA マイルも手に入ります。代表的なショップは Apple や Amazon、 ビッグカメラ、 GU、 一休 .com など、家電からファッション、グルメ、ホテルなど非常に多くのショップから選べます。貯まるポイントはショップごとに異なりますが、100円ごとに1マイル貯まるショップもあるなど、還元率 1% も実現可能です。もしネットショッピングする際は一度 ANA マイレージモールをチェックしてお目当てのショップがあるか確認するようにしてください。3つ目は ANA ふるさと納税です。ふるさと納税している人は ANA ふるさと納税を利用しましょう。ANA ふるさと納税なら寄付金額100円につき1マイルが貯まります。さらに ANA カードマイルプラス加盟店になるため200円につき1ポイントが上乗せされます。クレジットカード会社のポイントももちろんもらえます。ポイントの30ドレが可能です。もし ANA 一般カードで1万円寄付した場合は合計300マイルも貯まります。もちろんANA マイルに加えて自治体の返礼品ももらえるので、ある意味40ドルと言えるかもしれません。ただ ANA ふるさと納税は大手のふるさとチョイスやふるなびと比較すると寄付できる自治体の数が少ないです。お目当ての自治体があればラッキー程度に考えておきましょう。4つ目は ANA 電気です。 ANA は ANA 電気という電気事業も行っています。こちらは ANA カードを保有している人だと毎月300マイルがプレゼントされます。 ANA カードのクレジットカード機能付きを保有している人は毎月300マイル、 ANA マイレージクラブカードを保有している人は毎月200マイルです。もし ANA 一般カードを保有していれば1年間で3600マイルも貯めることができます。ちなみに沖縄県と一部の離島以外の人なら契約が可能です。電気事業者を切り替えるだけで毎月マイルが貯まるようになるので、特にこだわりがなければすぐに切り替えましょう。切り替えはネットから簡単に申し込みができます。5つ目は ANA ポケットです。 ANA ポケットならアプリをインストールすると移動するだけでポイントが貯まります。貯めたポイントはガチャで利用することができ、マイルやクーポンと交換が可能です。ガチャは3つから選ぶことが可能です。ポケットガチャは
ギフト券や抽選券が当たります。プチマイルガチャとプロマイルガチャは ANA マイルがプレゼントされます。プチマイルガチャは必ず1マイル以上、プロマイルガチャは7マイル以上です。ただしプロマイルガチャを利用するには月額550円のプランに入会する必要があります。電車や車、飛行機など長距離移動を頻繁にする人は月額550円のプランに加入してもマイルがザクザク貯まるので余裕で元が取れます。もちろん無料でもマイルを貯めることができますので、オカマイラーは必ず登録しておきましょう。スマホにアプリを入れておくだけでポイントがザクザク貯まっていきます。最後は駿河銀行 ANA 支店です。駿河銀行には ANA 支店があります。この ANA 支店ならサービスを利用することで ANA マイルが貯まります。引き落とし口座の設定や給与振込の口座指定など誰でもできる条件が多くあります。デビットカードを使うことでもマイルを貯めることが可能です。特に面白いのがマイル付き定期預金です。預金利は 0.05% とお世辞にも高いとは言えませんが、10万円ごとに毎年60マイルがもらえます。100万円預けると600マイルです。引き落とし口座の設定や給与振込の口座指定などは誰でもできると思います。オカマイラー御用達の銀行です。では最後にまとめます。 ANA マイルは比較的貯めにくいポイントに分類されますが、ビジネスクラスなら最大5円相当、ファーストクラスなら10円以上にすることも可能です。そう考えれば他の共通ポイントよりも貯めにくいのはしょうがない部分があります。ただこの6つを併用すれば ANA マイルが加速度的に貯めることが可能です。ぜひオカマイラーは本日紹介した方法を積極的に普段の生活に落とし込んでコツコツとマイルを貯めていきましょう。以上、今回は ANA マイルを無料で貯めるおすすめの方法を紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。 Twitter、Instagram もやっていますので、参考になったという方はチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。